明石市はギャンブル依存症になった人やその家族たちを対象とした専門の相談窓口を開設しました明石市は今月1日にギャンブル問題相談窓口を市役所2階の市民相談室に新たに開設しました明石市によりますとギャンブルへの依存が疑われる人の割合は18歳から74歳の2.2%を占めるとの調査結果があり 市内にはおよそ6700人いると推定されるということです相談窓口では市内に在住または勤務・通学している人やその家族を対象に研修を受けた市の職員が対応し関係機関へとつなぎますまた毎月第2木曜日には当事者やその家族たちで構成される全国ギャンブル依存症を家族の会兵庫のメンバーによる相談会を開くということです ギャンブル依存症は、意地や根性で治るものではないと言われています、それはご本人やご家族だけではどうにもならないものなのかもしれません、そういう時はぜひ、行政や医療や利用できるそういう周りの支援を活用していただきたいと考えておりますギャンブル問題相談窓口は、平日の午前9時から午後5時まで開かれ、電話やメールでも受け付けるということです。